エアポートリムジンエアポートリムジンエアポートリムジン,エア,ムジンエアポートリムジンもモッチライナーからのコンバートエアポートリムジンもモッチライナーからのコンバート白市駅広島空港連絡バス竹原駅乗り合いタクシーエアポートリムジン広島空港線は広島県内の各所と広島空港を結ぶ空港リムジンバスである IC カードパス P が利用できるバスではスイカ、パスモなども利用できる 1993年10月29日に広島市西区から広島県の中央部に近い豊田郡本郷町へ広島空港が移転をするとともに開設された。特に広島空港は本郷町の山間部に位置するために自動車以外でのアクセスが難しく必然的にバス路線が多く開設された。広島、福山、呉、小野道。 西条とを結ぶ路線は時間短縮のために山陽自動車道を一部経由する。これらは主にリムジンバスが使用されている。その他の三原、三次を結ぶ路線は一般路線バスを使用し、竹原市内を結ぶ路線は9人乗りジャンボタクシーで対応している。また JR 西日本白市駅からの一般路線バスでの連絡もある。2009年にスタートした。 ETC 休日と区別割引制度で、山陽自動車道の渋滞が激化した影響を受け、現在割引が適用される土日曜日及び祝日を中心に、広島線で運休が相次ぎ問題となった。広島空港と広島市内、小野道市及び小野道市陰路島地区を定額運賃で送迎するサービスがある。5社による共同運行。2社による共同運行。 以前は、広島方面とは似ているが別デザインの両者共通の専用カラーがあったが、廃車による入れ替えの結果、現在は使用されていない。主な停留所のみ掲載。停留所マイナス停留所でくくった間は、クローズドドアシステムを採用しているため相互乗降はできない。福山線広島空港中央森林公園と三原線の全区間のみ相互乗降可能。 はどちらかを経由する。2017年4月1日から、三原線で、2020年3月29日から、広島線、福山線、呉線、三次線、西条線で、路線番号が導入されている。社会実験、高坂バスストップ広島線は、基本的にハイデッカー車で運行。他社においては、通常トライク容量を確保する目的から、 直結エアコン装備のハイデッカー車もしくは、スーパーハイデッカー車が使用されるケースが多いが、運行開始後長らく通常の都市間路線使用車が導入されていた。2016年に運行再開された尾道線は、島並サイクルエクスプレス同様自転車の搭載ができるよう改造されたイスズエルガトップドア車を使用している。三次線は、廃止時点では、 シートベルト装備の中型路線バス車両での運用だった。広島空港リムジンバス社会実験実施について2011年11月11日、広島県、広島空港リムジンバス社会実験実施について2012年8月23日、広島県広島空港リムジンバス、平和大通り線の運行開始について、広島県公式サイト2013年2月14日、 高速乗り合いバスクレ広島空港線、広島電鉄ニュースリリース平成27年2月20日、運行終了のお知らせ、アクセス、西条駅から、空港の直行便、西条エアポートリムジン運行開始。広島空港公式サイト2018年9月3日デベ、ライナー出発します。尾道広島空港線8月1日より、運行開始尾道市内広島空港。 元島島内広島空港定額運賃によるタクシー送迎が開始されました広島空港公式サイト2013年2月8日空港リムジンバス路線番号導入について広島県バス協会2020年3月30日閲覧尾道バスからのお知らせ PDF ファイルありがとうございます